is Maricara. I'm a health coach at a Canada Dancing Talks New York. というわけで皆さんこんにちは。体で得すニューヨークヘルスコーチのマリです。はい、月曜日になりました。ヘルシーなライフスタイルに役立つグッズだったり考え方だったり食品だったりをご紹介していきます。あのね、健康ってめちゃめちゃ大切じゃないですか。いきなりちょっとあのグッズ紹介の前に私のその考え方というか、健康めっちゃ大切なのに、それが嫌だっていう人多いですよね。めっちゃ大切なのにさ、どうしようかって私いつも思うわけですよ。なので、まあ、カジュアルにお勉強してですね、で楽しく解決策に取り組めればいいんじゃないかなって。だけどお勉強なくしてやっぱり納得とか行動っていうところに移れないので、なので、私こういうふうにねお勉強を提供していければなというふうに思って活動しているんですけど、皆さんどうぞ、健康はめちゃくちゃ大事なのでお勉強してですね、なんかカジュアルな気持ちなんだけど、あ大切だなみたいな、そんなふうに思ってもらえたらいいなというふうに思っております。はい、ではですね、今週はこちらをご紹介いたします。皆さんご存知、制汗剤系ですね。はい、でこれ実は私がこういうビデオを作り始めた頃に、私の知り合いの方から数人ご連絡いただいて、いいことやってるね、役立つね、そういう情報を知りたかったよって言って、じゃついでにこれも紹介して、あれも紹介して、これも紹介して、あれも紹介してっていうリクエストをいただいた中の一つがこれです。はい、大変お待たせいたしました。はい、こういう制汗剤とかデオドラント系とかどうでしょう、皆さん使いますか？私ね、毎日のように使うんです。エクササイズもしますしね、年がら年中寒いニューヨークでも毎日のように使っておりますが、これ使うっていうのはなぜでしょう？そうですね、汗の、例えば匂いを抑えるとか、そういう役割をこう果たすためにこれ使いますよね。はい、というわけでまずはちょっと汗の仕組みについて皆さん知りましょうよ。はい、汗といえばどんな時にかくでしょうか？正解、暑い時ですね。暑い時に汗かきますね。くっそー夏だっちーなーみたいな。もう日本の夏は湿度高いから本当にやばいなと思いますけどね、暑い時にも汗をかくし、他はそうそうそう、エクササイズしたら汗かきますよね。もうゼーハーゼーハーやってます、ボットボトにかくみたいなね。あのゼーハー系のエクササイズじゃなくても筋トレとかでも汗めっちゃかいたりしますけど、あのこういう時の汗をかくっていうのは、体温調整ですね。体温がガーッとエクササイズして上がったり、外の外温ねが、高くって体温もどんどん上がっていくっていう。でこのままだと危険ですので、体が体温を下げようとし平熱に戻そうとして汗をかきます。すっごいなというふうに私はいつも思いますけど、すごくないですか？だって汗をかくってコントロール私たちの意識下ではやってないですよね。汗かこうと思ってバーって汗かけないですよね。勝手に汗出て調整して私たちが心地よくいられるように調整してくれるって、こんなすごいことはないなというふうには思います。はい、そんなね体をリスペクトしてほしいと思いますが、こんなねふうに、まあ、いろんな汗をかく。でもう一つはですね、緊張をした時とかに汗かいたりしません？油汗かいたりとか、やったら脇汗かくとか。で他にもですね、辛いものを食べた時、なんか鼻の頭とかね、おでこら辺からじっとり汗をかくみたいな、もういろんなシーンで汗をかくわけです。でこの汗ですね、皮膚の下に汗腺というものがありまして、この汗腺から汗が出てくるんですね。汗の腺というふうに書く。でこの汗腺も実は2種類あって、2種類違う汗が出てくるんですよ。で一つはですね、エクリン腺という汗があって、あの汗腺があって、これは全身に分布してるんですね。でこれさっきも言った体温調整のために汗をかくんです。でもう一つはアポクリン腺というのがあって、これは分布しているところが限られています。主に脇とか胸とかお腹とか、あとはですね肛門付近とか、そういうところに分布しているんですけれども、そこから出てくるね汗の成分も違うんですよね。であの汗ってほとんどが水分なんですけど、まああとはですねナトリウムが入っていたり、まあ、マグネシウムとかそういうのも入ってるんです。でエクリン腺から出てくるものは無色で無臭で、エポクリン腺から出てくるものも本来は無臭なんです。であとはですねちょっと白濁色だそうですね。でこれに含まれている成分はタンパク質とかが含まれていると。であの汗ってですね、このまあ出てくると
皮膚の表面に常に常駐している細菌がいるんですね。で、汗が出てくるとですね、垢とか皮脂とかと混ざって、それをですね、この細菌が分解するんです。で、分解した時に出てくるのが、あの汗独特の匂いなんですけど、エクリン腺で体温調整の時に出てくる汗っていうのは、匂いがしないそうなんですけど、タンパク質とかが含まれているアポクリン腺から出てくる、これがですね、この汗は匂いの元になっちゃうと、こうやって分解されてね、で、あの独特の脇がみたいな匂いになるっていう。で、やっぱり汗ね、女の子も男の子もあんまりああいう脇がみたいな匂いプンプンするとですね、気になりますよね。電車の中でも気になるし、で、デートでも気になるし、なるべくなら爽やかな匂いがいいかなということで登場するのがこの辺かなと。はい。で、あの、実はこの2つの方はですね、日本の製品ですね。私ずいぶん前に日本で買ったものでずっと未だに持っているんですけど、まあもちろん使っておりません。で、これですね、あのさっきもちょっと言いましたが、制汗剤とでデオドラント系と2種類に分かれます。これ何が違うのなんですけど、制汗剤はその字のごとくですね、汗の出てくるのを抑えるというね。で、デオドラント系はですね、この雑菌の元、匂いの元になる雑菌を、まあ、殺したりとか、それを抗菌するという役割があると。で、まあ、消臭とかにも役立つっていう、まあ、そういうものなんですよね。で、これ、じゃあどうやって制汗してるのかっていうとですね、そういう成分を入れます。ちょっとね、難しい名前なんですけど、よく使われているものとしてですね、クロールヒドロキシアルミニウム、アルミニウムだって、アルミニウムを表面に、表面、皮膚の表面につけたらなんかまずいような気がしますよね。はい。で、こういうものをですね、使うことで、まあ、あの、さっき言った汗腺とか、あとは毛穴、汗の出口を狭くするそうなんですよ。これで、まあ、汗が出ないようにしてしまうと。なんかいいんだか悪いんだかですよね。で、この銀、これね、AG っていう、まあ、銀を、成分にしているもの、これデオドラント系ですね。で、銀が使われた商品っていうのは結構私、ここ10年ぐらいとかで出てきて、最初出た時に銀なんて肌につけていいのかって、あんまりそういう時って、まあ、こういう健康のこととかやってなくても銀なんかつけていいのみたいな風に思ったんですけど、銀ってあの抗菌作用とか、殺菌作用がめちゃくちゃ強いそうですね。ですので、まあ、匂いのもとをこう断ち切るみたいな、あ、確かそんな歌い文句だったっけどな、コマーシャル違いました、匂いのもと断ち切るみたいな、もうまさにそういうものに役立つと。ただ副作用としてはですね、金属アレルギーの原因になったりとかするっていう風に書いてありましたね、調べると、うん、やっぱりでもこれにもね、使われているものがやっぱ銀、亜鉛、アンモニウム、何、タンジゼオライト、なんじゃそれ、うん、クロルヒドロキシアルシアルミ、っていうね、まあ、そういうものがたくさん含まれていると。で、あとですね、よくあの制汗剤でちょっと一時よく話されたのが乳がんの原因になるっていうね。で、あの私いつも行ってるホールフーズっていうところで制汗剤コーナーを見ていると、もう書かれているのがね、こういうアルミニウム系がフリーだったり、あとはですね、パラベンフリーって書いてあるんです。制汗剤系にも使われているっていう、なんか結構あの肌の皮膚疾患が起こるっていうのが問題で、パラベンフリーっていうのを歌い文句にしたものって多いですよね。パラベンを避けたいっていう人も多いし、で、制汗剤でもやっぱり私が見るとパラベンフリーってブワーって書いたものばかりがホールフーズに売られていました。で、これなぜ乳がんの原因になるかみたいな風に言われているかというと、ちょっと調べるとですね、乳がんの検査をした時にその細胞からほとんどの場合がパラベンの成分が検出されるそうです。で、まあ、いろいろな論議があって、で、まあ、こういうですね、パラベンが含まれているものが脇っていうね、胸のすごく近い部分にバーって直接噴射したりとか塗ったりとかすることで、その成分がどん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 入っていって乳がんになりやすくなるんじゃないかみたいないろいろ話があるんだけど、それに対して、いやいや、そんなものじゃないと、口から入れているものの方が圧倒的に、その成分が高いとかね、いろんな論争があって、こういう制汗剤とかでは乳がんになりませんよみたいな、そういう対立もあったりとかしたんですけど、なんか私の考え方は、なんかそういう議論になるようなものをそもそも入っているものを使わないって、もうその議論に関わってる時間がもったいない、
調べたりとか、私が正しい、いやいやあなたが正しくないとか、そんなことやるくらいならそんなものもともと入ってるものは使わないみたいな、それが私のやり方だし、皆さんも時間の無駄とかね、なんかこう私が正しい、もう正しくどうでもいいと、そんなことはね、そんなことはいいから、そもそも使って安心、読んでも分かりやすいもの、これだったらアンテナって分かるものを納得して使った方がいいんじゃないかと思うわけです。で、私が実は使ってるのはこれなんですね。バーツビーズっていうものなんですけど、これで使われているのはエッセンシャルオイルなんですよ。精油で、セージとかラベンダーオイルとかレモンオイルが使われてるんですけどね、匂いも爽やかですごくいいんですよね。なんか化学的な香料の匂いもねしませんし、すっごく爽やかな香りで、あとはですね、私友達がいつも使っててこれすごいなって思うものがあるんですけど、クリスタルソルトっていうのがあって、これなんか天然のミョウバンっていう、成分、が使われていて、これなんで書いてあったっけな、ちょっと私さっき調べていたらですね、これはですね、はい、天然のアルム石っていうので作られていて、主成分が天然のデオドラントと、言われているミョウバンが使われていると。でミョウバンは古代ローマ時代から使われていたって。でこれを使っている友達がですね、男の子の友達なんですけど、もう使ってる時と使ってない時の差がめちゃくちゃすごいんです。このクリスタルの石みたいなものが、スプレーもあるんですけどね、これがすっげー効果走ってるなっていうのが分かるんですけど、使ってる時と本当にああいう独特の脇がみたいな匂いしないんです。だけど、ああ今日塗り忘れたっていう時の脇の匂い、うわーっていう、もう何がすごいって、あなたの体にもこのクリスタルソルトの効果すげーなっていうね。で、しかも天然だし、体にも安全だし、そんな議論もしなくていいみたいな商品なんですよね。すごいですよね。なので、安全じゃないというところを論議するものより、こういうものを選んだ方がいいんじゃないかなと。で、今はですね、こういうスプレータイプとか、塗るロールオンタイプとか、いろいろクリームタイプとかもありますので、私、おすすめをね、見つけたら、このビデオの下のディスクリプションのところに、リンクをちょっと貼っておきますので、皆さん、なんかね、体につけるものとか気をつけたいな、ヘルシーなライフスタイルに役立てたいなと思う方、ぜひちょっとそちらもチェックされてみて、そういう質のいいものにシフト、問題の原因にならないものを排除して、役立つものね、体にもいいものっていうのを、シフトしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに私今こういうこれですね、なぜ未だに持っているかというと、別の使い方してるんです。なんとじゃじゃじゃーん、靴臭です。靴臭っていうの、脇臭だから靴臭、はい、今振りませんけどね、外でしかやらないです。なぜならこのスプレーがですね、こうやって鼻とかから入ってくるの嫌なんですよ。なので、スニーカーとかね、こういうふうに帰ってきて、履く時とか履いた後とかですね、これシューってやって、靴の中の匂い消しに使ってるんです、実は。なので捨ててないんですね、まだあるんですよ。はい、しょっちゅうたくさん使うものじゃないのでまだまだあるんですけど、なんかね、もったいない、なんかに役立たせたいなと思う方は、こういう靴の匂いの消臭に使ったらどうじゃない、いいんじゃないですか。銀とかすっごい消臭力とかあるっていうから役立つんじゃないですか、これ。はい、靴臭かどうか分かりません。匂い消しに役立つかもしれません。ただ、これ振るときはね、外でやった方がいいと思いますので、ぜひ皆さん、あとの使い道に困ったら、そんな使い方もしてもいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、今日はですね、体に身につけるもの、汗をかいた時の制汗剤だったり、デオドラントについてご紹介しました。皆さんのお役に立たれば幸いです。はい。これ、こういうこと話してほしいなとかありましたら、ぜひご連絡ください。またこれディスクリプションにね、連絡先とかも書いてあります、置きますので、ぜひ皆さん気軽にご連絡いただければなというふうに思います。Alright, that's all for today. Sending you lots of love and kisses from New York. See you soon. Bye.